本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。おしゃれな外観と長時間使用できて、有線無線どちらにも対応してる、さらにノイキャン付きで音も良くて、そして安い、そんな理想的なワイヤレスヘッドホンを探してはいませんか。今日は音楽好きにおすすめなサウンドピーツ、ワイヤレスヘッドホンを紹介します。こちらというわけで、スペースというシリーズ、裏側表、個人的にデザインセンスがいいです。早速開けていきたいと思います。おーおぉ、いいね、軽っ、めっちゃ軽っ、想像以上に軽いよこれ。おぉ、感触めっちゃ柔らけ。こちらです。右にボタンが2つ、そして左側は1つ。めっちゃいい、わかりやすい。見てこれ、 R、L って書いてる、めっちゃいいじゃんこれ、ありがたい。他に入っていますのがこちら、トリセツ。日本語パートはこことここと、アプリのですねダウンロード方法とか書いている紙、そしてオーディオジャック、はい、 USB とタイプ C、 コードが2本入っておりました。かけていきますね。はい、おお。手始めに監督、この商品を見て3つおすすめポイントをお伝えします。1、シンプルでおしゃれデザイン。2、充電がめっちゃ持つ。3、ノイキャン付き。最後までご覧ください。というわけで目次はこんな感じです。サクサクといっていきたいと思います。はい、1つ目、快適な付け心地。こちらが本体でございます。はい、こちらオーバーイヤー型のカップと、付け心地の柔らかい低反発のウレタン素材を使用。快適な手触りで、つけていることを忘れさせるというわけで、本当だよというわけで、ちょっとつけていきたいと思います。あー、確かにこれ重さはあるけども、このなんかふわっと包み込むような、この密閉型、耳の食感というか心地よい感じは、というわけで柔軟性と通気性に優れ、装着時の耳への圧迫感、ビタつきなどの快感はございません。ヘッドホンのサイズは使用者の頭の形に合わせて調整が可能。はい、こちらですね、これくらいまで伸びます。まあ、監督はですね、頭がまあ大きい方なんですけども、一番小さいサイズ足りないですね。はい、こんな感じで足りない。でも最大まで上げると結構いいですね。まあ、ちょっと小さくするとぴったり密閉型になりますね。こんな感じでございます。はい、260g。 こちら折りたたみもできます。折りたたみ可能なので持ち運びも便利です。とりあえずここがこう動くのと、中に折り込めますね。ただこの部分はこれ以上やったらちょっと壊れそうなんですよね。というわけで、移動時間だけではなく出張や旅行向けにも最適。40mm ドライバー、こちら大口径 40mm ドライバーです。ノイズキャンセリングと高音質が用意されています。迫力のある映像に合わせた低音域、高音域、より自然で伸びのある高音質サウンドを楽しめ、カーボンファイバーコンポジット素材を使用した専用設計の精密な音を忠実に再生するドライバーが採用されております。またケーブルの繋ぐことで、こちらがですね USB ですね。でここ、はい、ケーブルですね。こちらに有線に対応することもできます。このケーブルにつなぐことによって、高帯域、高解像度のハイレゾサウンドを楽しみます。音楽を止めない大容量バッテリー、 1000mAh 大容量のロングバッテリーを採用。高電力設定で、なんと1回のフル充電で123時間連続使用ができます。これで音楽、映画鑑賞、通話も長時間楽しめます。ちなみに1日4時間使っても1ヶ月使えます。家でも外出先でも長時間たっぷりいい音を楽しめます。有線無線に対応。付属の 3.5 のオーディオケーブルが付いていますので、 Bluetooth 機器を持たないデバイスでも接続可能となっております。 Bluetooth 5.3 対応、業界最新の Bluetooth 5.3 と 65ms で、音飛び、音切れが起きにくく、画面と映像の低遅延が楽しめるゲームモードを搭載。これにより遅延が少ない、ストレスフリーなゲーム体験ができます。マルチポイント接続、2台の機器と同時に接続することができます。 Bluetooth 機器の切り替えなしで快適使用できるマルチポイント接続が搭載されております。スマホで音楽、 PC でウェブ会議、こういった状況をスムーズに対応することができます。例えばパソコンで音楽を聴いているとき、スマホに電話が入りました。そういうときは繋がっている状態、通話モードに切り替わり、このままハンズフリーで通話を楽しむことができます。
専用アプリがすごい。専用のサポートアプリ、サウンドピーツに対応しております。こちらは音の波形をいじったり、プリセットのサウンドモードを選ぶことによって、楽曲の分野に合わせた音質設定や視聴環境に合わせた音作りが直感的に簡単に設定できます。こちら、プリセットは電子音やロックなど、約8種類のプリセットから選ぶことができます。他にも、お好みに合わせて選べる3つのサウンドモードがございます。はい、というわけで、スマホアプリ見ていきたいと思います。プールストアに、そうすると、サウンドピーツと出てきます。いきます。入所、はい、セッティングします。開く、許可、許可、同意して継続する、新規登録は必要ですね。ここにサウンドピーツが出てきておりますので、こちらを押していきます。こちらがアプリです。パーセンテージを 100%。 カメラ OK。 おお、重低音をしっかり聞こえます。イコライザー、自分の好きな直感的にこういう感じで操作することができます。通常モード、こちらです。こちらの出番です。ええー、します。トリセツ。外部音取り込み。おお、結構音いい。クラシック。電子音。ああ、直感的でめちゃくちゃいいです。このテストは3分です。イヤホンを装着して静かにしないで、この聴力テストを行ってください。スタート。はい、というわけで AI による分析結果です。自分専用のアクティブイコライザー作りました。おお。音めっちゃいい。わあ、めっちゃいいわ。いや、監督なんですけども、普段はですね、パソコンのスピーカーで聞いてるんですけども、ヘッドホン、久しぶりにつけました。空間の広がりがすごいし、タッチすると、約2、3秒、時間差ありますけども、変わった瞬間がわかります。周囲の雑音カット。こちら、アクティブノイズキャンセリング機能が搭載されております。今、聞きたい音に集中することができます。過聴域は最大 35dB ノイズを低減してくれます。また、飛行機や工事現場などの騒音環境はもちろん、街中やカフェなど、人の声がやたらと多い場所でも音楽に入り込むことができます。トランスペアレントモード。こちらは、上質なサウンド演出も、周囲の雑音をフィルタリング、周りの状況に気を配りながら、リスニングすることができます。ちなみに、電車内のアナウンスなど、外の声を、外の音を聞きたいとき、ALC ボタン。はい、こちらボタンですね。この ALC ボタンを押すだけで、ノイズキャンセリング機能がオフになり、ヘッドホンを外すことなく、周囲の音が聞き取りやすくなります。リアルマイクノイズリダクション、騒音下でも正確かつクリアな通信システムを実現。こちら、耳に密着するように使えているため、カポッとしっかりとはまるので、音声通話やビデオ通話時に声の周音性が向上。重要な電話の際なのに、大音量のノイズや騒がしい人混み音を音声キャンセリングしてくれます。いかがだったでしょうか？サウンドピーツ、ワイヤレスヘッドホン、見た目からわかる通り、シンプルでおしゃれなデザイン、性別、年齢、スタイル問わずでもおすすめな商品となっております。興味がある方はぜひこちら動画概要欄をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。音も良くて、音もおお。じゃあちょっともうちょいしてイヤー型のハイペゾハ、うん、ハ、アイ、ウエ、こう思ってたんだ。